メリーバード号メリーバード号は、広島県広島市と鳥取県米子市を結ぶ高速バスである。中国地方の中心的都市である、広島市と山陰のショートである、米子市を直結する唯一の公共交通機関である。両都市の間は、かつて国鉄機スキ線、芸備線経由の急行地取りにより結ばれていたが、これにとって変わる形で運行を開始している。 一日七往復運行。開通当初から起点と終点の間が高速道路で直結されているにもかかわらず、落合ジャンクション経由の大回りとなることから、これを避けるため途中の小原インターチェンジから、一般国道である国道183号を経由して、日野群日南町経由で、米市にショートカットして向かうという経路上の特徴を持っていた。その後、 より近いルートとなる松江自動車道が開通したため、2013年7月20日のダイヤ改正により、中国自動車道、松江自動車道、山陰自動車道経由に変更された。全便座席指定制、メール予約も可能だが、当日空席がある場合に限り予約なしでも乗車できる。太地は停車停留所。広島県内及び鳥取県内での相互の乗降はできない。 2013年7月20日のダイヤ改正で経路等が大きく変更されたため参考のため両者を併記する。ただし、飛行、日の丸担当便は各月で担当便が変更される。ありがとうございます。